おはようございます。おはようございます。日本はもうこんにちはですね。はい、はい、今日はボイスミニセミナーということで STR の京先生にお越しいただいております。はい、今日ですね、どういうテーマでお話しいただけますか？はい、今YouTube でもSDR の相談会のようなものを行っているのですが、最近ちょっと立て続けにあったご家族の中で一人だけ違う形、はい、ということをテーマに。おー、ハウリングです。すいません、私もモデレーターマークをつけていただけますか？はい、はい、行っていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、この番組はただいまクラブハウス、そして Facebook ライブを同時に行っております。ではですね、ちょっとまだ皆さんお入り、クラブハウスの方はお一人だけなっておりますので、まずセミナーの方ですね。はい、順に STR は何っていうところからお願いできますか？はい、STR は2500年前の中国春秋戦国時代、動乱の時代に月の満ち欠けから昔の先人が導き出した素質学です。で、これ陰陽五行思想っていう本当に大きな思想の中の一つのものでして、まあ陰陽五行思想には、東洋医学もそうですし、太極拳とかの経拳と言われるこうカンフーとかですね、そういうものもそうですし、風水もそうですし、道教もそうなんですね。その中の一環としてこの私たちが今扱っている、名式とか名理術とか易学とか言われる誕生日をもとにこう紐解かれたスコアのようなものを STR は丸三角四角で表してるんですが、分かりやすく現代風に、皆さんに使っていただけるようアレンジしたものを STR 素質適応理論と申します。はい、京先生がこの STR に出会ったきっかけって何かあるんでしょうか？はい、私上海に、住んでまして、今愛知なんですけれども、その時に、上海からスタートしたものなんですけれども、セミナーを受けて、その頃私子育て講座ママサプリを主催しておりましたので、そこでママと子どもの形の違いをまずママたちに分かっていただかないと、ママたち そのコントロールだったり、ママたちの価値観の押し付けだったり、そういうものがなくならないなって考えていた時に、とってもいいツールだなと思って始めました。はい、では今この形っていう言葉があったんですが、はい、この丸四角三角について教えていただけますか？はい、大きくざっくり分けて3つのタイプ、丸三角四角に分かれますが、丸の方は、他人軸というとちょっと聞こえが悪いんですが、相手の気持ちを一番に考える人たち、相手が喜んでくれることがモチベーションにつながるっていう人たちで、調和とか平和とか協調とかをすごく大切にされる方たちです。はい、で、四角は自分にベクトルが向いていて自分軸で、自分のペースとか成長とかがとっても大切な方たちです。で、三角っていうのは自分軸でも相手軸でもなくて、時とかタイミングとともに変わる方たちで、自分の感性ですね、ひらめきとか直感とかに従って、時のなんかサーフィンをしているような、ちょうどいい時にちょうどいいことをすることが幸せにつながる方たちです。はい、じゃあそれぞれ価値観が違うということですね。丸四角さんですね。はい、このちょっとキンキンにしてますね。大丈夫でしょうか？はい、大丈夫です。
この価値観が違うんですけど、例えば具体的に分かりやすい方法で何かありましたら。価値観の違いですか？はい。そうですね。一番なんか色濃く出るのは、何を大切にしているかっていうところで、丸の方はすごい過程、プロセスですね。ここまで来た過去の、ストーリーだったり、プロセスとか、それがどれだけこう丁寧にされているかとか、順序立ててされているかとか、そういったことをすごく大切にされます。で、資格の方は現在なので、過去はどんなやり方であれ、今結果が出てたらそれで OK。 現在の方たちですね。で、三角は未来なので、過去も現在もすっ飛ばしてもう未来に気持ちがいっているので、過去のことを反省したり、現実的なこうネガティブなことをあれこれ言ったりっていうことが避けます。で、未来の希望で生きている方たちですね。なるほど。じゃあこの自分がどれか分かって、あ、すみません、先生の方ちょっと音量、私大丈夫ですけどね、全部切ってます。いや、切れてないですね、音入ってます、はい、これなんだろう、クラハの方ですよね。はい、クラハの方の音をちょっと下げていただいたらいいかなと思います。はい、大丈夫です。はい、大丈夫です。はい、そうしましたらですね、この価値観が違うということは、やはりそれがお互いに理解できてないこと、生活する上にすごく大変になってくると思うんですね。なんかその辺の、おかしいですね。すごいずっと。はい。はい。大丈夫でしょうか。はい。その辺のですね、何か秘訣というか何かありましたら教えていただけますか。もうこれは価値観っていうのを変えることはできないので、はい、相手を変えようとか分かってもらおうとかしないっていうことですね。自分以外は全員異文化なので、外国人に対してそんなこと思わないじゃないですか。そうですよね、違うっていうのも思ってるから。そうですそうです。もともと違う人たち、文化の違う人たちで受け入れ合って多様性を認めてやっていこうとするんだけど、はい、やっぱり日本人同士だとどうしても迎合してほしかったり合わせてほしかったり空気を読んでほしかったりするんですが、それも日本人でも同じです。形が違えば分かり合うっていうことはできない。で、できないっていうことを知るっていうことと、分かり合うのではなくて認め合うという意識で過ごされるととっても良くなります。人間関係がいい言葉ですね。分かり合うのではなく認め合う、はい、お互いの人格を認めるということですね。そうです。なるほど。はい。じゃあ例えばご家族の中で一つだけというか、はい、お一人だけ違った場合どのように、はい、対応すればよろしいでしょうか。そうなんですね。この家族の中で一人だけ形が違うっていうのがすごく悲劇を生んでいて、はい、その一人の人を攻撃したり、おかしいよねっていうことになったり、そういう空気になったり、あるいはひどいケースで言うと、その子がこう子供だと発達障害だと決めつけて、病院に連れて行ったりっていうようなことが行われる。自分じゃなくて相手がおかしいって思っちゃうわけですね。一人だけそうなのでですね、うんうんうん、あとは大体全員丸とか、でも一人だけ三角だったり、逆もありますよね。全員四角で一人だけ丸だったりすると、あまりに違うので感じ方考え方が、家族の中でそういう排除っていうか、なんかおかしい違和感というかを感じて直そうとする、まあもちろん愛してますから家族なので、直そうとすることが愛だと思ってコントロールしちゃうっていうことがよくあるんですけど、やはり日本的な教育というか、みんな一緒がいいと、そうすると安心するというところも大きいでしょうかね。まあそうですね。あとはやっぱり家族全員が一緒なので、
はい、気づかないですよね。うん、家族全員が一緒で、そうだよね、テレビ見ててもそうだよね、あの夕食食べるときもみんな一緒がいいよねって丸の人は思うんですけど、でそこに一人だけ自分の感覚で生きてる人がいて、好き放題していたらどうでしょうっていうことですね。その人の価値観は認めなくって、なんであんただけそうなのってなりますよね。そして丸の人たちの価値観に合わせることが社会的に生きやすい方法なんだよって言って教えるんですが、そうすることでやっぱりその子自身が傷ついたり否定されたと感じたり、違う自分を演じようとしたり、なんかちょっと病的になっちゃったりするっていうケースが結構ありまして、いやすごくこれは家庭内で愛しているのに排除が起こっている、否定が起こっているっていうことにつながるなって思って、あの最近はあのそういうケースが多いです。でも実際ほとんどの方がこの丸四角三角とかそういうことを知らないわけじゃないですか、ね、辛いですよね。そうなると辛いです。私なんか家族で一人だけ丸の人で、うちはみんな四角の中ですね。父母も四角で、はい、私は全て四角の中で生きてきました。はい、なので多分のりこさん自身も四角に合わせないと生きてこれなかったと思うんですね。で本来の丸っていう部分で生きられた方が幸せ感っていうことは高いんですけど、あのどうしても例えばアメリカ人の中に日本人が一人でいるようなもんですよね。で生きられないことはないんですけれども、あのやっぱり少人数の人が自分を殺さないと生きていけないですよね。なるほど、はい、というようなことが起こってると思います。いかがですか、のりこさん。はい、ちょっとよろしいでしょうか。クラブハウスに入っていただいた皆様、ちょうど今これですね、30分ミニセミナーということで、Facebook ライブを同時に行っております。Facebook ライブの方は、ボイスホビークラブという名前でやっておりますので、よかったら画像を見ながらお聞きいただければいいかと思います。はい、で、私に戻りまして、私はですね、この STR と最初出会った時は、あの、教会長とですね、最初に出会ったんですけれども、はい、診断をいただいてみまして、半分合ってるけど半分合っていないなって思ったんですよ、うん、で私はどちらかというと丸の1ということなので、本当に何でしょう、あの愛されて可愛く育っているはずなのに、私は甘えた経験がない、あの3人姉妹の末っ子で病気がちだったから、親としてはもう本当に猫可愛がりで可愛がってくれてたんですけれども、私はなんか、うん、甘えられない性格でしたね。それがずっと未だに続いてますね。うん、だからしんどかったよねって教さんに言われて、あ、そうなのかっていうのをふって気づいたっていうのが、その出会った数年前の1月の話ですね。うん、でも私から見るとのりこさんは資格では絶対になくて丸ですよ。お仕事のされ方も、なんだろう、人への気遣いも、あとメール、あのチャットとかの内容もみんな丸なんですね。チャットの内容も丸とか資格あるんですか？あります、あります。例えば資格だったらどんな感じで返ってくるんですか？チャットはもう資格は飾り言葉がないし、もうとにかく要件しかないですね、はい、うんうん、でのりこさんもお仕事されているのでそういう部分はあるんですけれども、丸の方って、チャットのラリーが続きます。なるほど。のりこさんは続くんです。うん、資格はできるだけ一つのこと、一つのチャットで終わらせようとするので、それが効率的って思っているので、できるだけ考えて一個でバンって終わらせるので、だいたい長くても1ラリー2ラリーぐらいで終わりますが、丸の人とのチャットは続くんですよ。でこれはどちらがいいとか悪いって言ってるんじゃなくて、丸の方はその何て言うのかな、間を見ながら相手の気持ちを汲み取ったり、そして何か足りないことを補充したりするので、どうしても必要なんですね、回数が。間を読んでます。うん、資格はそれは必要ないので、言ったら言ったことしかないので、
じゃあ相手のことを理解しようというか、そういうのはいらないんですか、資格は。うん、自分軸なので。自分軸とこれは他人軸の違いだと思います。あ、じゃあ例えば向こうがダラダラダラって言ってきたことに関して、うん、何でしょう、それは 100% 理解できたのか、別に理解しなくてもいいからシンプルなのか、どっちなんでしょう。理解はしようとしていますけれども、資格の人っていうのはやっぱり自分のことを書いてることが多いですね。お、例えば恋愛のチャットとか見てても面白いんですけど、だいたい自分のことを書いて送ってきます。で、丸の人はどうなのかとか、今日はどうだったのかとか、相手軸なので相手を知りたい。そうです、相手主体の文章が多いですね。だからこれは価値観なので、視覚が冷たくて相手のことを全然理解しないのではなくて、そこに行き着くって話です、最後は。だからちゃんと組んでますし、もちろんキャッチボールもしてますけど。じゃあ丸と三角の人が付き合ったら、お互いの会話はどうなるんでしょう。三角は相手の気持ちを組むのも上手だし、自分の気持ちに素直に従うのも上手なんですね。実は感覚でやってますので、その時その時臨機応変に変えますから。本当に三角はカメレオンみたいな人たちで、だから結構恋愛とかは相手に合わせれると思います、三角。三角ってもう全く合わせられない、もう四角にも自分軸的なイメージがあったんですよ、どっちかっていうと。はい、はい、はい、ちょっと変わった方っておかしいな、丸から言ったら変わってるけど、三角の人から見たら変わってないんでしょうけれども、どっちかって言ったらスーパースター的な。はい。そうなると相手のことを考えるっていうイメージしなかったんですが。三角の方は興味がない人に関しては全く考えれないですね。だからその好きな人に関して、今恋愛の話なんですけど、好きな人に関しては、うん、すごく見ているし、気持ちも読めるので大丈夫なんですけど、だから興味がないことはそもそも三角の人は参加しないし、そこも加わらないので。なるほど。なんか上手に生きてる人たちが多いなっていう印象ですけどね。となるとすごく生きるの楽なんじゃないですか。だって自分の興味のあることだけに反応して生きたらいいから、すごく幸せといえば幸せですよね。そうですね、そうも取れますし、まあ、一長一短、どのタイプも一長一短なんですけど、まあ、さっきのりこさんがおっしゃったように変わってるって見られることもあるし、すごく両極端なのでね、興味がないことはやらない、興味があることだけをやっているっていうので、社会から弾かれやすいとか、あとは嫌なことを徹底的に避けるので、それをなかったことにするんですけど、なかったことではないので、はい、体に出たりする人多いですね。例えばネガティブなこと嫌いなんですよね、三角の方って。はい。だからそれはなんか、そういう人たちなんですけど、はい、一長一短です。なるほど。じゃあ周りの人なんかだったら、その他人軸であるとやたら周りが気になってしまって、すごく精神的に疲れるのかななんて思ったんですが、そういうことはありますか。丸の人はそれがもう日常なので、とっても他人の気持ちを汲むことに長けていて、ずっと気を働かしてますよね。なので私が思うには強いんじゃないかなと思います。ストレス、そういう他人のストレスとかで、結局最後は自分の、例えば自分と合わないってなると、本当に、別れみたいなことがやってくるんですけど、そこの思い切りの強さっていうのは、一番丸三角四角の中で一番強いですね。あ、意外でした。他人軸だからってなんか合わせられない、優柔不断っていうわけではないです。なるほど、はい、そうなんですね。以上ずっとその人のことを考えてる分、もうダメだって思うとものすごい強くなりますね。じゃあどうなんでしょう、例えばお子さんが一人だけ違う場合、はい、子供たち親がそのことに気づかず、ね、育っていったらどういうふうになっていくんでしょう。
一人だけ違う場合は、本当に、ね、受けていただきたいんですよ、SDR を。はい、で、やり方っていうか、対処の仕方があるので、これを知らないと、本当にその子自身が否定感を抱えたまま大きくなったり、変わってるんだっていう、こう認識のもと、自分を責めたりすることに結構つながっているので、もったいないですよね。で、本当にそういう一人だけ違うっていう方が社会に出て、違う人と出会うじゃないですか。で、自分と同じ形と出会った時にすごく解放されたとか、そう言ってこうアメリカに住んだり、海外に住んだりとかする方もいらっしゃるぐらいで、だからそれだけやっぱり自分の育ってきた環境が、大好きなお父さんお母さん家族だったんですけど、分かっていたもらえなかったっていう感覚を認識はしてないですよ。でもずっと持ち続けて、同じ形のところに行った時に弾けるっていうことってよくある。なるほど、はい。じゃあそうですよね。なんか今でしたら発達障害とかっていうね、言葉があるから、家族と違うとこの子発達障害なのかしらって、そっちのくくりに入れたくなるじゃないですか。それって本当に危険ですよね。いや本当にそれはね、なんかなくなってほしいなと思いますね。ただの三角だったとか、これは四角の特徴ですよっていうようなことで発達障害だって騒いでる方とかいらっしゃるんですけど、自分と違うだけで分かれば、本当に翻訳し合えれば、歩み寄れるので、もったいないことだなって思います。やっぱり知ることが大切ということですよね。はい、本当にそう思います。みんな受けていただきたいです。そうですね、それが受けるって言っても、みんな聞いてらっしゃる方は何を受けるんだろうと思われてると思うんですが、はい、来週ですね、7月24日の土曜日に、はい、ホビークラブ主催で京先生に Zoom の2時間半の初級入門講座ですね、はい、SDR 入門講座を開講していただきます。はい、そこのメリットというのは、この丸四角三角が知れて、自分の運命というかね、そういうものも知れて、あと、何といってもこのスカウターで日々の、どういうんでしょう、占いって言うとおかしいですけど、それが見れるんですよね。そうです、そうです。スカウターのね、無料で個人のものが見れるのは本当大きいですよね。日々のバイオリズムが出るので、毎日参考にされながら動いていっていただくと運気は上がると思います。はい、ご興味のある方はボイスホビークラブで検索いただくか、今このフェイスブックライブですね、終わった後に下に詳細つけておきますので、はい、そちらの方をご覧くださいませ。はい、こうしましたら今からカウンセリングタイムということで、プラグアウトの方に移りたいと思います。また来週も京先生に STR のミニセミナーをやっていただきますので、ぜひぜひこちらの方もご参加くださいませ。京先生、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい。